はい、どうもこちら何かというとこちらですね、グリップ、スマホグリップですね。グリップとで、まあこのグリップと一体型のやつもあったんですけど、別でこの4ボタンタイプ、これね、フィンガーボタンか、このフィンガーボタンね、このタイプと2つで揃えたら、まあかなりいい感じじゃないかなと思って、一応ね、このグリップ、ゲームグリップとゲームボタン、こちらに今回揃えたのでレビューしていきたいと思います。ボタン式はこんな感じ。一応グリップがこう横に調整できるみたいですね。まあこういう感じで大きさ調整できるみたいですね。グリップがこんな感じで、まあこれも調整できる。スマホのサイズとかに応じて、思うけど本当ね、会社名じゃないけど、こういうロゴでいいよね。ロゴが一番シンプルですね。アップルみたいに。ああいう感じの方が、マークはかっこいいと思う。はい、グリップこんな感じ。ちなみにグリップ見ていきましょう。とりあえずグリップ見ていきましょう。で、ここのところにスポンジがあって、スマホつけても傷つかないように工夫されてます。で、ここにはめ込む感じ。本当にゲームするときのグリップ、ちょっとつけていきたいと思います。いきなり壊れそうなんだけど。大丈夫これ。いきなりトラブル発生。放送事故。いきなりコントローラーつけようとしたら、これ。やばい。フィルムがめくれ上がる。僕はカメラ部分が出っ張りすぎててちょっとやばい。まあ、とりあえず今回はちょっとレビューってことで iPhone 左右でやってみたいと思います。つけた感じがこんな感じ。このアーム部が広がってはまるようになってます。まあ、ここクッション入ってるんで傷つくことないです。まあ、実際にやってみたいと思います。持つ面積が広くなるから、グリップはグリップでいいっすね。めっちゃ持ちやすい。手から落ちることないからね、これ。こんだけあの面積広がったら、こんな感じ。こんな感じで、持ちやすいっす。めっちゃ持ちやすい。いやこれのいいとこ、横穴開いてるから、充電しながらでもできるし、ね、持ちやすい。コントローラー、だいたいこの辺かなっていうとこ決めたんで、ちょっとセーブしときたいと思います。いや、さっき保存したからそれはいいんだけど、下手くそだからね、言っとくけど。だいぶ下手だな。もうこの系統向いてない。下手くそなんで、あんまり、プレイは、FPS 苦手なんで、結構でもあれっすよ。ゲームしながら動画撮るんで結構難しい。結構難しいよ。ちょっと慣れが必要。慣れが必要だけど便利。こんなんやった間にアンチ来て終わるやん。やばいやん。ゲーム下手くそか。いや、誰かいるやろうって思ったんだけど、意外と誰も撃ってこないな。なんか撃ってこられるだろうとか思ったんだけど。ガソリンがなくなった、ガソリンが。撃たれた。でもだいぶ持ちやすいです。やっぱ全然違う。グリップあるだけで全然違う。とりあえずね、下手くそすぎるんで、あんまりプレイは。まあこんな感じですね、とりあえず。これで撃てるし。で、これで一回置いたら走るし、割り当てたいボタンをこの4箇所に割り当てればいいだけなんで、あとは、それ以外は、なんせ走るかボタンもあるんで、で、一応車も、ただこれちょっと割り当て方失敗するとこれがね、この鳥が引きすぎるとこれがね、ずれ出すんだ。なるべくもっと上の方がいいかな。はい、配置は。これね、微妙にずれてんだよ。あんまりうまくないんで、プレイは死ぬとこだけご覧ください。やられるとこだけご覧ください。いや、これどうなんだろう。ごめん、マイク入ってた。なんか丸聞こえだったんじゃないかな。俺が一人でブツブツ動画撮ってるの。もう最悪。マイクがポチってなってた。マイクがポチっとなって、マイクが。よし、ここで枯れに散るか。なんかめっちゃ落ち合いになってんだけど、誰かにもうすでに取られてた。やば、集団や。うわ、左や、はい、はい、終わった。
終わった。はい、まあまあこんな感じです。こんな感じで割り当てたらいろいろできます。このグリップだけでも価値あるかな。まああくまで参考程度にっていう感じです。今回はこんな感じで、あのゲームが下手くそすぎるんで、 FPS が下手くそすぎるんでお見せできないシーンが多々ありすぎて、まあいかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、このチャンネルではゲームの、コントローラーのちょっと情報だったりとか、ゲームコントローラーの接続方法、まあ、Bluetooth 系で、トラブル解消方法、リビューだったりとか、スマホのね、リビュー、それから、スマホのコントローラーのね、まあ、設定方法だったりとか、いろんな、こうね、裏技的な動画撮ったりとか、基本的には問題解決系、だったりとか、で、スマホのリビューだったりとか、まあ、ガジェットのリビューっていう感じです。いかがだったでしょうか。これからもちょっとね、いろいろやっていきたいと思っております。とりあえずね、皆さんの声援次第のとこもあるかな。応援次第でチャンネルも拡大していくかもしれないし、拡大していくんならばそれなりに面白い動画も撮れるかと思います。今回は荒野行動を、このね、このグリップ、それからトリガー式のこのグリップでやってみました。いかがだったでしょうか。ゲームとかで使うガジェット系も、ね、いろいろやりたいと思っているんで応援よろしくお願いします。今回はこれで終了したいと思います。それではまたお会いしましょう。現場から以上です。はい、それではまた。